昭和39年の冬、信州立品高原は雪景色であった。見て見て、パパ、ママ。なかなかうまいぞ、愛。本当、今年の春から愛ちゃんも小学校だものね。さあ、お家に入っておやつにしなさいね。もう少し、ね、お願い。まあ、よかろう。しかし、決して遠くへは行ってはいかんぞ、愛。はーい。素敵、好きって最高。
俺様の何なのさ。私は愛を求め愛をする先生が
俺にポケットから手を出せ出せとしつこく押しちゃうから、手を出したじゃねえか。そしたらそこに先生の顎があった。それだけ残った。それで先生は救急車で運ばれるほどの被害を受けたというのね。この傷を見せたくねえ、バラの悪いやつだと思われてねえ一年でよ、つい学帽をかぶり通した。学帽を取られたくない悲しい心理からついついポケットに手を入れたまんまでよ。ところが無残にも学帽は先生の手によってひったくられた。仕方ねえ、諦めて威勢よくポケットから手を出したからああいう結果になった。まことさん、まったく驚きだぜ。あの時のスキーのちびちゃんがあんたとはよ。俺はこの傷で破傷風を起こし、気がつきゃ8ヶ月寝込んでた。でもって両親は治療代に苦しみ、夫婦仲にひびとけ。そんな。で、長期欠席、落第コース。割が合わねえよな。せめてあんたが元気ならって別荘に行ったが、娘の災難を縁起が悪いと別荘は来い。自分で手若い気の理屈だ。まあ俺はバカにされ暴れ、両親は離婚に蒸発、親類に引き取られるも高校退学。まさかそんな時にあんたに出会うとはよ。神様ってやつは意地の悪いぜ。私、あなたに何て言ったらいいか。早乙女君、こんなところにいたのか。さあ、教室へ戻ろう。よし、君。誰がてめえは。いや、岩清水博士、早乙女君のクラスメートだ。もうヤシみてえな変わりねえか。俺はな、訳あってそのお嬢さんに東京に呼び寄せられ、早乙女家で面倒を見てもらってるわけだ。本当か。ええ。そうだ、あいお嬢さんよ、ボクシング部とラグビー部の先輩方が俺のことを欲しがってるんだってよ。ええ。じゃあな、俺はこの手保健室で見てもらってくるわ。秘密を聞いて謎が解けたよ。秘密？すまない。君があの憧れ高い大河誠といたのでつい聞いてしまった。いや、しかし誤解しないでほしい。僕は君のクラスメートとして、いや君の身の安全を考えてのことで、いやその誤解しないでほしいと言ったのは、そのいつかの手紙を僕の個人的な感情とは別の意味だ。よく分かってきます。岩清水君はやきもちなんて程度の低い感情を持つ人ではないわ。ありがとう。無論君たちの秘密は絶対に公開しないよ。僕にできることはどんな場合でも、いよいよとなったら早乙女あるよ。いつかの手紙に書いた通りだ。岩清水博士は君のためなら死ねる。君が望むなら命をあげてもいい。たとえ火の中の恋の
俺に何の用だ。お前
みろって言ったんじゃねえか。こくしょう、ガールスティバンバンコ殺すから、あたいの強さを見せてやれ。
愛を花園実業高校を辞めさせねば。ちょっと待ちない。君は何だね、この花園の生徒か。うちの学校なんかよかい。君、年下に対して口の利き方も知らないのかね。いいかね、私の娘がこの学校に通っておるのだ。絶対辞めさせる。そうでっかい。あたいらも賛成なんだけどね、うちの黄金城がどうもお気に入りで、この学校にいてもらいたいそうだよ。ちょっとそこをどきなさい。ちょっと待って、フレイバー、フレイバー、今のことはない、フレイバー、フレイバー。
早乙女愛は、あたいらのところにいる。早乙女くんが？だから
あたいと逃げよう。逃げる？もし助けに行こうなんならやられちまうぜ。逃げようよ、逃げようよ、逃げよう。逃げるな。お前が逃げちゃねえって言っただろ。頼む、彼女を助けに行ってやってくれ。どうか頼む。だったらお前が行け。僕が行っても構わない。僕は早乙女愛のためなら死ねる。だけど僕は腕力で勝てる自信がない。僕が倒れ早乙女君がやられたら何の意味もない。だからどうか頼む。
釣りをしていた人が見つけ110番通報しました。なんでやらんのやな。
乙女愛理なんで雪さんがあの女と自分の人生を恨んだんでしょうね。釣り合いが取れないってことに。なんで大河のことや。大河のことが来てからどうも雪さんの様子がおかしくなった。あいつが雪さんをおかしくしたんだ。許さんで。俺に何か用か。大河のことよう飲むと聞いた。俺たちは学生だ。学校に来て何が悪い。誠さん、まだ無理よ、そんな体で。本田先輩、あの女です。あの女、そうじゃないが悪いんです。お前だ、大河誠。お前がゆきさんを変えられや。とんだ逆恨みだな。許さんで。みじめったらしい男にはありません。
かったのだ。大の誠に鍛えられたのですわ。分かった。今回の一件、公の前で正直に話す。ごめんなさい。許して。
木の底に落ちた。守ってやれるのはお前だ。いや、それでも彼女は君を選んだろう。それが早乙女愛だ。愛の孫と早乙女愛はもうお嬢さんじゃない。あたいとも釣り合いが取れるんだよ。あたいが心底あんたに惚れてんだ。悪いな、他を当たってくれ。他の女のもとに行くなんじゃ。
田誠、早乙女愛。本日はご来場ありがとうございました。